夫婦問題カウンセラーの岡夏子です。今日11月22日はいい夫婦の日。入籍する方もその頃はとっても増えてます。車のナンバーに仲良し夫婦の方たちは1122とアピールをしているような人たちもいます。こんな形で皆さんにものすごく認知されてきたいい夫婦の日、11月22日なんですけれども、今日皆さんこの日に夫婦で改めていろいろ考えてみるっていうのもいいことなんじゃないでしょうか。人生には結婚っていう形をとって男女2人で新しい家族を築き上げて、お子さんを産んで、そして自分たち家族をどうやって幸せに導いていったらいいかっていうところで、ご主人がリーダーシップを張るのか奥さんがリーダーシップを張るのか分かりませんが、いい夫婦関係を築こうと誰しもが思って毎日を暮らしていると思うんですけれども、どういうことが一体大事なんだっていうことがよく言われてますけれども、何よりやっぱり夫婦の一番大切なこと、コミュニケーションだと思います。やっぱり同じ屋根の下にいて会話がない夫婦、近頃増えてますけれども、仮面夫婦とかもう喋らない、用事はメモだけ、そんな形ではなく、しっかりとコミュニケーションを取る。具体的にはどうしたらいいかって言ったら、話す、相手の目を見て話す、それから相手の話を聞いてあげる、こんなところの簡単なことなんですけれども、コミュニケーションを伝達を良くするっていうところで夫婦関係は良くなります。そして役割分担っていうところを、人まねこまねではなく、お互いに自分のお家の中で夫は何をする、妻は何をするっていうところを二人で決めている、そういう関係が一番いい夫婦になれるようです。これがよその真似をして、夫が働く、妻は専業主婦で家庭をやっていくっていう昭和明治そんな時代から、今は共稼ぎが多くなってます。役割分担っていうのは、相手の仕事をねぎらう、まさか奥さんがご主人の会社まで行って仕事はできませんけれども、想像してさぞや大変だったんだろうっていうことで帰ってきてからねぎらう、話を聞いてあげるっていうのも役割分担の一つだと思います。そして何より子育てで忙しい妻をねぎらう、感謝する、そんなこともとても大事な役割分担だと思います。そして3番目に感謝と尊敬、これは本当に大事なことなんですけれども、やっぱりやってくれてることが当たり前になっちゃってる人が多いんですけれども、働くこと、それから家事育児をやってくれること、こういうことはやっぱり家族だからこそ思いを持ってやってるっていうところにおいて、お互いに感謝するっていうのは大事なことなんじゃないですかね。そして相手を認める、相手を尊敬する、本当によくやってるな、本当に頑張ってるな、こんなこと知ってるのすごいなとか、こんな工夫ができるんだ、素晴らしいなっていうところで、相手の持てる能力を尊敬する、評価する、認める、そんなことがとても大事だと思います。そして互いの成長をサポートするっていうのも大事なことで、ご主人が何か転職のために資格を取りたいとか勉強したいなんて言ってる時に、そんなお金はないなんて言わないで、相手の成長をサポートする。もちろん奥さんも今やね、主婦だって学習意欲はものすごく湧いてますし、それが副業のサポートになるやもしれないので、そういうところをお互いの成長をサポートするっていうところも大事なことなんじゃないでしょうか。いい夫婦の日にちなんで、うちは何を大切にして、オリジナルな、これから人生100年時代と言われてる中で出会ったパートナーを大事にしていくっていうのも大切な、いい夫婦の日の原点に帰るってことじゃないでしょうか。自分たちの原点を知る、思い出して、出会いから今日までのいいところを思い出してください。そしてこれからの2人が、家族がどういう風に歩んでいったら幸せを感じられるのかというところで考えてみる、今日一日にしたらいかがでしょう。私の夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法は皆さんのお役に立てると思いますので、ぜひお家で読んでいただけるとありがたいです。いい夫婦の日に皆さんのお幸せを願って、今日はコメントいたしました。浮気、暴力、借金、モラハラ、夫婦問題は離婚救急隊に相談。